午後三時をお知らせします。気なさおりのトリップステーション。時刻は三時を回りました。本日も国道三三マ沿い。 パークアベニュー入口 FM 小座のスタジオから私木名沙織がお届けします木名沙織のトリップステーションのお時間ですでこの番組は小座を中心としまして沖縄の観光地などの旬な情報ですとか穴場などあんな角度やこんな角度でお届けする旅番組となっておりますでこの番組がリスナーの皆様との旅の情報発着点となりますようにという願いを込めまして 番組名もトリップステーションと名付けました。サンジジャーのおともに旅のお話はいかがですかメッセージは 761‐FMKOZA.JP で,76です。ファクシミリは098-934-8653までどしどし。 お願いいたしますお待ちしておりますそして FM 小座ではこの番組ではユーストリームとそしてツイキャスにて映像と音声も配信しています FM 小座のホームページからアクセスして見ることができますのでこちらもどうぞお楽しみください久しぶりのなんだか久しぶりの FM 小座な感じがします先週は収録放送ということであのちょうどですね世界のうちなんち大会のうん。 なんだ前,夜祭前夜祭の日が放送日だったとっいうこともありまして、えー、世界のウちなン大会についてのお話をさせていただきました沖縄も全国でもう移民権として知られますのでその移民の歴史についても少し触れながら収録放送をさせていただいたんですけれども、えー、今日はですね久しぶりのなんだか久しぶりの生放送ということで生でダラダラ行きたいと思います。はいメッセージお待ちししててますよ、えー、そしてですよそでね うーん先週のン南ュ大会の日程、えー、とうとなんだ水、木、金、土、日と前夜祭も含めて閉会式まで4日間ぐらいかな開催されたわけですけれどもすごく盛り上がって私、その間はなんと宮崎県にちょめちょめの出張で出かけておりましたので生で感じることができずに帰ってきてすぐあの新,聞で、ね、新聞やニュースで、えー、そのなんだろう 様子を見るぐらいしかできなかったんですけれどもね、うん、とても盛り上がったということで、また今度は5年後ですね、5年後はもうぜひ一緒に三振を引いて登場、登場というかあの、関わりたいなと思っています。はーいえー、さてでですすすね今日のの沖沖縄縄地方のお天気気なんですが沖縄気象台によりますと 東ん北東の風やや強く昨日から風が強くて昨日よ弟の夜ぐらいからですかねすごく風が強くて昨日も寒かったんですがでその風がやや強くんー曇りお天気は曇り昼過ぎから晴れと出てますがまだ晴れてる感じはしませんねで波も4メートルの高さだそうですよ日中の最高気温も26度ということでで明日は えー、曇りのち晴れ。明日も最低気温が22度、最高気温が26度と出ています。あ、このままずっと寒くなるのかな、涼しくなるのかなというちょっとワクワクもし,しないでもないんですが、なんとあの明後日からは平年通りにっていうか。 どんどん気温が上がってくるということで一瞬のこのなんだろう秋気分を味わうのは今日明日までのようですよ皆さんはいでも体調を崩さないようにこの気温の変化もね激しいですので体調を崩さないようにお過ごしくださいねではですね、えー、今日の気なさおりのトリップステーションはですねトリップテーマ明日は文化の日なので 文化の日の話題をお届けしたいと思いますよ、えー、明日の文化の日お休みの方もいらっしゃるかと思うんですけれども 何か文化に触れるイ,ボンイベントですねイベントに参加してみてはいかがでしょうかねお仕事の方もいらっしゃるかとは思いますが文化の日イベント情報もお届けしたいと思いますよツイキャスからなん,かなんだか続々とメッセージが入ってますねありがとうございますあ、あのいつもの常連さんのルドルフさんリスちゃん そして、チャライ AKB ファンさん。そして、つかーさん、なんだかお久しぶり、お元気ですかゆっくり過ごしてるかな、つかーさんね。はい。で、ルドルフ、ルロル、ルロルフって、ルドルフさんも、はい、セイ・サオリン、こんにちは。超お久しぶりですで。本当お久しぶりです。ありがとうございます。今日はですね、ミークーと一緒なんですよ。よろしくお願いしますね。はい。そして、リスちゃん、ツイキャスの全国のキナーファンを置いて、九州旅行に行って なのはどこの誰だって俺だ,俺だ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 。<laughs> キナファンって別名サオリストは怒っています。すごいねいろいろぶっこんできたね情報をね。<laughs> はい私のファンはナンバーワン誰でしょうリスちゃんじゃないの？もしかしてありがとうございます。でもさっきサリーちゃんにもなんか言ってたしな聞いてましたけどねずっとねはいたくさんのメッセージありがとうございます。また後ほど紹介させていただきますね。はいで今日のトリップテーマ文化の火で。 そして、トークテーマは、〇〇は文化だでお待ちしておりますよ。メッセージは、七六一アットマーク FM コザ。jp です。木なさおりのトリップステーション。この番組は、アジアンダイニングバー・アダニーの提供でお送りします。では、一曲目ですね。明日の文化の日は、お休みの方もいらっしゃるかと思います。良い休日となりますように、スカイハイで七色ホリデー。 ひなさおりのトリップステーション FM 小ザのスタジオから本日生放送でお届けしておりますで今日のトリップテーマは文化の日で、えー、文化の日にまつ,まつわるじゃないな文化の日についてのこう明日が文化の日ですからあのイベントがたくさんありますのでそういった情報もお届けしていきたいと思いますでトークテーマはフリーにしようかなと思ったんですがさっきちょっと思いついて〇〇は ちょめちょめは文化だでお待ちしてますよどっかで聞いたことあるフレーズだな、はい、メッセージは761アットマーク fmcoza.jp ですよろしくお願いしますユーストリームとツイキャスにて映像と音声も配信しておりますよ待ってますでは琉球新報 <laughs> 沖縄タイムスからニュースをピックアップして観光ニュースをお届けしたいと思います今日の話題は二つ 二つですね、はい、まずはですね、えー、コザスター沖縄市の話題からです。で沖縄市地域ブラン,ブランド認定制度コザスターの公開プレゼンテーションが23日県総合運動公園陸上競技場前で開催されました。で旧商品が出展され一般審査で行われた、うん、そうですよあ、一般審査で行われました。 ハンドメイドのトランクボックスだとかあ私見たことあります、うん、で、トランクボ,スボックスだとかアメリカとコザの味わいをミックスしたクッキーなどローカルにこだわった一品がずらりと揃ったそうですで、この日のプレゼンで工事工事と投票の公示となりまして11月10日まで 一般の投票が行われます。そしてですね。投票所は沖縄市役所をはじめとしまして、市の沖縄市の観光物産振興協会、そしてプラザハウスなどで投票を行ってます。そして、コザスター総選挙特設サイトも設けていますよ。私はこのサイトから投票しました。はい、あれに決めました。はいで1回の投票しかできなかったはずです。 えー、厳選してね選んでぜひ投票に参加してくださいねプレゼントもあるそうですよ投票した方の中からプレゼントもあるそうです、えー、そしてですね公開プレゼンはどう うーん制度が始まって以来初めての実施で,で結果は11月中旬の専門家による最終審査最終審査にも得票数が報告されまして反映されるそうですよ。でこの日は出展者9組が5分の1組5分の持ち時間で腕によりをかけて仕上げた自慢の品をアピールアイディアも作ったのも小山中。 メイドインコザを発信していきたいというふうに地域へのこだわりぶりを見せていたそうですで一般審査への訴えもしていたそうですよぜひ、えー、投票所は沖縄市役所そして観光物産振興協会プラザハウスそしてコザスター総選挙特設サイトからぜひ皆様も投票をご参加くださいそしてもう一つは今夜の話題です皆様そして今夜お時間ございますでしょうかね で泡盛の消費拡大普及を目指す泡盛1万人乾杯実行委員会すごいですね1万人で乾杯をしようという実行委員会があるそうですがで11月2日本日ですね2日今日本日に県内外の飲食店で午後8時から 一斉に乾杯をするイベントへの参加を呼びかけていますよで県内の六十店舗もしかするともうちょっと店舗があるかもしれませんその他神奈川県そして埼玉県大阪府の飲食店で個人から参加表明があったそうですそして淡盛の出荷量が十一年連続で減少する中酒造メーカーや飲食業に携わる有志たちが集い で泡盛の普及と飲食店のこの業界を活性化させようということを目的に企画されたそうです。で9月4日の空襲9月4日が空襲9と読んで空襲ですね空襲の日にそして空襲、えー、の日に1回目がありましたこの乾杯イベントがそして11月1日昨日ですねで昨日が泡盛の日ということでそれに合わせて本日 2回目を開催ということなので,で今日はフェイスブックの公開グループ乾杯,乾杯に参加するお店などがこう写真を、ね、投稿して集計をするそうですよ。フェイスブックなさってる方はぜひ探してみてくださいね。も乾杯で探探せまます私も一度ししてみましたで参加表明だとか詳,詳細というのはホームページがあるそうです。 インターネットでは、阿波盛乾杯で検索をしてみてくださいね。ぜひ参加表明をしていただいて、その瞬間のこの乾杯の瞬間の写真を投稿していただけたらなと思います。今夜8時からのイベントとなっておりますよ。ぜひ参加してください。以上観光ニュースでした。 明日開催の沖縄芸能フェスティバルゲストでも登場します、えー、この歌声も聞けますよビギンで昔会社今会社 もういいのかな。あ、喋っちきなさおりのトリップステーション F.M. 小田のスタジオから生放送でお届けしております。今日のトリップテーマは文化の日でお待ちしてますよ。文化の日。あ、ごめんなさい。文化の日をの話題をお届けしたいと思います。そしてトー,トークテーマはちょめちょめは文化だ。まるまるは文化だでお待ちしております。さっきリスちゃんがなんだ？みりんは文化ってなんだろう。ちょっと。 私を試してるのかな。みりんは文化だで私のこの開始を待ってるのかな。みりんは文化だっていうコメントがありました。コメント待ってます。はい。でメッセージは七六一アットマーク fm 小沢ドット jp です、えー。先ほどお届けしました曲ビギンの曲をお届けしたんですが。 また後ほどねご紹介させていただきますけれども明日開催の沖縄芸能フェスティバルゲストで日賀栄章さん登場する予定となっておりますその情報も併せて後ほどね、えー、ご紹介させていただきますでさて文化の日の話題なんですけれども文化の日って何ってさっき私家族に言われてあそっかってふと思ったんですがこの文化の日は国民の休日に関する法律というものでは 自由と平和と文化を尊重する日本国憲法が1946年戦後の翌年ですね戦争翌年1946年の11月3日に公布されたためこの日が祝日として定められました。 で毎年11月3日には皇居で文化勲章の授与式が行われたり文化庁主催の芸術祭が開催されるほかで多くの博物館ですとか美術館などが無料で公開される日となっております。はい、そしてですね明日の 文化の日各地でイベントが開催される予定なんですがその中からまず首里の文化祭首里城祭首里文化祭毎年行われてますが先日はあの世界のウチナンチュ大会に合わせましてその文化祭のイベントの一つで絵巻行列ご覧になった方もいらっしゃいますよね。多分ちょうど今今スタジオの外に登場しましまたムーン先生が今日清掃ではい で清掃できてるって言ってたんでこのスタジオ内ではい誰かにプロ,ポーズプロポーズでもするんかねって言ったらりすちゃんが誰プロポーズするとしたら誰みたいなコメントが入ってましたよ何かコメントお返事ありましたらどうぞお寄せくださいね宗先生聞こえてますよね。はいでこのシュリの、えー、文化祭 首里城祭開催されますこの絵巻行列ムーネ先生見てきたはずなので見,上げあ見てないお仕事だったみたいです <laughs>、はい。見てきたよっていう方はぜひ、えー、見上げ話もお待ちしてますよ。さてですねこの文化祭首里城祭の絵巻行列のお話なんですけれども国際通りで、えー、琉球王朝絵巻行列琉球王朝絵巻行列が行われました。国国王王妃をはじめとしましまて中国の使者、えー殺風 または殺法師とも言われますね行列に総勢700人が参加したそうですよで琉球王朝時代の華麗な儀式が再現されましたで沿道には4万2千人ってすごいですね主催者発表では4万2千人が詰めかけ、えー、詰めかけたそうですねで今年は第六回世界の内南地大会が開催されましたで行列には8人の海外の 賢人系の方も参加したというそういった話題もありましたよその首里では首里文化祭が明日開催されますけれどもその中で古式行列古式行列が行われます琉球国王の高校の一つなんですが琉球王朝時代国王がですね国 の安寧と五穀豊穣を祈願するために首里城下にある首里城の元ですね、えー、城下町にある3つのお寺を参詣した様子が華やかに再現されるそうです私昨日首里城お仕事でねバスのお仕事で首里城行ってきた時には昨日行ったんですけれどもその時はまだあの準備の様子は見ることはできなくて、えー、静かな感じではありましたけれども、えー 多分もう今日あたりから準備が着々と進められて明日は国王王妃の姿も見ることができるんじゃないかなと思いますけれどもで時間はですね明日のこのイベントのお時間は12時50分お昼12時50分からスタートしまして午後3時30分までの予定となってますよ。で首里城殿の,のちょうど方針門を越えて 場所なので有料区域ここから見たいという方は有料になりますけれどもその有料区域からのスタートとなります、えー、首里城正殿の宇奈からスタートしまして降りてきますね首里例の門2000円札に描かれている首例の門ですね首例の門からそして琉丹通りまでの道のりでこちらを12時50分から3時30分まで開催と なっておりますでウナーの方は別料金となってまして大人が820円で高校生が620円そして、えー、小中学生が310円6歳以下は無料となっておりますでお問い合わせは首里城公園管理センターまでお願いしますね。お電話番号が098-886-2020番 こちらまでお寄せくださいね。こちらはあの種類の文化祭のイベントのお知らせです。そしてもう一ついけるかな。で沖縄芸能フェスティバルといってこちらは子どもの国で開催されますよ。あの小座の皆さんぜひね明日休みだ時間があるという方は。 もうね出場者もたくさんいらっしゃるのですっごい楽しめるかと思いますが沖縄の郷土芸能を体感しようということで沖縄芸能フェスティバルが明日子どもの国で午後1時から、えー、7時まで午後7時までの入場自体は9時半から9時30分から入場できるんですが入場無料です。 動物園エリアも無料となっておりますので沖縄市お住まいの皆さん、えー、明日時間取れるわという皆さんぜひ足を運んでいただきたいなと思いますよ無料ですよそしてですね、えーうん、会場がですねいろいろこうステージが分かれてまして秋祭りステージハイビスカス広場それぞれこうふるさと園ですとかこうそれぞれエリアが分かれていてそれぞれの ステージがあるんですけれどもあの秋祭りステージの演目としては和太鼓があったりですとかあとエイサーがあったりですとか漫談もあるそうです漫談って私え沖縄で漫談って見たことあるかな漫才とかでテレビでは見ますけれどもどんな感じになるんでしょうかかまどさん夏木かまどさんが出てきますよ <laughs>。 ね、楽しそうですね、琉球舞踊ですとか、そしてゲストさんもね、ゲストも登場しますよ、八重瀬町からのゲストもいらっしゃいますし、そして遠くは岩手県の盛岡市からもゲスト、盛岡三笹踊り、清流の皆さん、そしてスペシャルライブで日嘉栄章さん、ビギンの日嘉栄章さん、栄笹、えー、昇龍太鼓、さまざまたくさん催し物がありますので、こちらもぜひお出かけいただきたいなとくだ、えー、思いますよ。 でその沖縄芸能フェスティバルは沖縄市の豊かな芸能を広く紹介することで町の魅力を再発見し合わせて市内外のそして県外の芸能団体を招いて市民との交流を深め芸能文化文化芸能に楽しむ機会を提供することを目的に去年ですね2015年に開催されました2年目となる今年は今年はですね調和をテーマにしているそうです市民との 市民とそしてプロのアーティスト各芸能団体が芸能団体の実演家たちがですね力を合わせて共に祭りを作り上げますで会場となる沖縄こどもの国を3つのエリアに分けまして大きく3つに分けましてそれぞれに特色のあるステージをご用意しているそうですよ。水水とひ、えー、緑の広場水と緑緑のの広広場場では秋祭りステージ今紹介した エーサーですとかそしてゲストさんですね登場しますそして、えー、ハイビスカス広場ハイビスカス広場では外国のお祭りのようなイメージでこうステージが作られてありますよで公募によって集まった市内外のヒップホップダンスチームフラダンスのチームですとか多数 登場しますでふるさと園では赤瓦ステージとして大道芸マジック紙芝居など親子で楽しめるスペースというのもあるそうなのでそれぞれパンフレットを見ながらですねあこれ見たいじゃああっち行こうというふうにそれぞれでお出かけになってみてはいかがでしょうか。でそのほかにもですね今回この初めての取り組みですかねで会場内各エリアに隠された謎を解いていく謎解き探検。 などがあるそうですそして屋台キッチンカーなどが並ぶフードコーナーも多数あるそうで会場を盛り上げてくれるそうなのでぜひここは一日中楽しめるんじゃないかなと思います入場無料となっております9時30分から入ることができますがイベントは1時からということなのでぜひお出かけくださいでまた、あのー、駐車場には限りがありますので臨時駐車場からシャトルバスをご利用くださいということです。沖縄市役所 そして、島袋小えこれは北中城の島袋廊かな小学校、コリン座前、リ、え、ン、ー、座、斜め向かいに無料駐車場がありますね、そしてイオンモール、各所からこうシャトルバスが出ているそうなので、こちらでぜひ、うん、会場に足を運びくださいね。 でお問い合わせなんですが今日のみで明日は多分もう皆さん会場に行かれてスタッフもみんなそうでだと思うので今日のみの番号となるんですが沖縄市役所文化芸能課0989290261番までお問い合わせをお願いしますということですよ皆さん。 はい、ぜひですね明日那覇も行きたいし首里城も行きたいし小田も行きたいしもう体が1つでは足りないという状況ではありますけれどもぜひ、えー、ご都合いい場所に足を運びいただけたらなと思いますツイキャスのメッセージがたくさん届いててすっごいですねはいレスちゃん、えー、CM 中は遊びと思ってる人って遊んでない真面目にやってるよ私は。 もうこれでずっと第1回放送からやってるからねよろしくお願いしますね。はいで、A、あチャラい AKB ファンさん風邪ひいたということなんですけれどもまだ軽いけど宙くれるのってじゃあ取りに来てねスタジオまでね来てくれたら考えます。<laughs> それぐらい元気だったら大丈夫っていうことですね。うん、はいあともうん、ルドルフさんも明日に備えて風邪ではないよねって。 明日何があるんだ。明日のマイオワシスは楽しみです。それで元気出すわって。はい。ツイキャスのリスナーさん同士の会話ということになってますね。これはね。うん。えー、メッセージたくさんありがとうございます。はい。ではですねここで一曲気分を変えて一曲お届けしたいと思います。エレファントカシマシで今宵の月のように。 ちょっと待ってよ 皆沙織のトリップステーション FM 小座のスタジオから生放送でお届けしておりますで今日のトリップテーマは文化の日文化の日でお届けしております文化の日明日は文化の日ですね、えー、県内各地でさまざまなイベントが開催されますのでそのイベント情報をお届けしておりますそしてトークテーマはちょめちょめは文化だ でお待ちしてますよメッセージは 761atmarkfmcoza.jp です、えー、メッセージ届いてますありがとうございますおちょっと待って違うかな違ったみたいあ違うやありましたありました 埋もれてましたね。はい、ありがとうございます。えー、メッセージありがとうございます。サオリねね、ゴブサターンムーネーです。ということでありがとうございます。今日スタジオ見に来てくれてますよ。清掃して、はい。でやっと晩秋相応の天気になりましたね。ええー、過ごしやすくなりました。ここ数日街を歩いていると、秋物の長袖を着て歩いている方をちらほら見かけるようになりました。そうそう、この時期はお米ですよ。そうだ。 お米は文化だ。あありがとうございます。やっとこのトークテーマに沿ったメッセージが届きましたね。えー、そうだお米は文化だ。沖縄は二規作なのでこの時期も稲穂が見れるんです。あ、そうそうそう二規作。 うん、三季作のところ石垣島あたりは三季作のところもありますねで「去った日曜日は熱帯ドリームセンターの無料入館日でした」「そうでした私も行けなかったですその時宮崎にいました」で「帰り道東線で帰る途中近所を威に差し掛かると収穫した稲穂が干されているではありませんか」っておっとテンションが上がり「異、え、芸、ー、の田んぼをブーラブラ朝日を受けて輝く」 稲穂の写真も撮りましたが日中の稲穂も綺麗ですよってこの時期ならではの風景皆様の皆様も一度行ってみてはいかがでしょうかっていうことですでもうしばらくすると金の市場や農産物直売所には今年の日記作目のお米が出てくるかもしれませんただ数が多くないので私は直接金町まで買いに行きますってすごい直接買いに行くの すごい金町の他にもおすすめあるかなあ金町が今もう本当においしいんだ。名,護名護もね金町,、ね、町の,の329沿い、あのー、通るとねこう田んぼの様子が見えるあの景色私も結構好きで。 時々、ね、あの名古に行くときに近回りで行ったりすることもありますけれどもそうですね二期,期作目の収穫が始まったところとなってます美味しいお米が取れるそうですよありがとうございます貴重な情報ありがとうございますそしてゆきさんありがとうございます大美しいさおりさんってありがとうございますこの距離感ツイキャスの距離感がいいんですかねで明日の沖縄芸能フェスティバル来るなら絶対二時過ぎに行ってお なんでだろう水と緑の広場見に,来てく見に来てくださいって私も出ますのでって「合わせちょんダラです」って「絶対ですよよろしく」って「あわ分かった行きます」もう、まあ、こっちに決めます趣里と迷ってましたけれどもここに決めたいと思います、えー、歴史が、ね、ありますからねぜひ二次過ぎ二次過ぎのうん水と緑のひ広場ですね分かりました。 行きたいと思います。行きます。はい、メッセージありがとうございます。ツイーキャスからもたくさん、たくさんメッセージが届いてます。サオリン CM は文化ですかクーって <laughs> ありがとうございます。はい、実はあの息子とクーの CM に出てるんですけどね。期間限定だと思いますが、インターネットではずっと見れるかと思います。そしてルドルフさん、不健康は文化だ、爆笑って。<laughs> ダメ健康第一だよこんなって笑えるのも健康だからこそさねルドルフさんもねでも元気そうだもんね健康そうだから大丈夫かと思いますあルドルフさんまた素敵なメッセージ文化の香りあふれる FM こざって素敵 <laughs> ありがとう秋だからそんな感じのね文面になるんでしょうかはいありがとうございますあの CM 中にいろいろこうあの 上美希さんだとかうどんちゃんのお話でね盛り上がっておりましたツイキャスの皆さんとはねあの11月の半ば頃から12月の半ば頃あ11月最終週かなからあの私毎年楽しみに行ってる舞台がありまして、えー、日付変更戦詳しくはまた美希さんなどなど各所でまた私の番組でも取り上げたいと思いますがうどんちゃんさんもね私大ファンなので見に行きたいと思いますよ。 はい、では週末情報、もう1つお届けしていきますが、もう1つじゃないね、本当はたくさん用意してるんですよ。あの今週う末、うん、土曜日、5日の土曜日ですね、こちらの沖縄市内で開催されます、プロムナードコンサート、コザにぎわい 小座町中演奏会このプロムナードコンサートはこの番組でも何度か紹介させていただいてますが9月17日土曜日からスタートしましてほぼ毎週土曜日に開催されている小ザ街なか演奏会なんですが今週はですね小屋の中曽根共有会しまが登場しますそしてま「またはりトゥルビット」。 あまり聞き慣れないどっち、どこの国の言葉でしょうかね、またハリトルビットあの私も楽しみにしております。この今週土曜日、5日土曜日の午後2時から、場所はコザミュージックタウン音楽広場1階ですね、こちらで開催されますので、5日の土曜日、その翌週12日の土曜日も行われますし、そして19日も、 開催されますでその翌週がお休みなのかな25日がお休みで12月の10日10日がラストラストデーとなりますので、えー、ぜひです、ね、まずは5日の土曜日、えー、2団体登場しますのでこちらのコザ町中演奏会プロムナードコンサート足をお運びくださいもちろん無料となっておりますで合わせてですねコザにぎわい商品券こちら発売も販売もしております 5, 円で 5, 500円分500円分のチケット1枚のチケットが11枚つづりになっているチケットがありましてこちら11枚つづりで5000円で,ですから5500円分のお買い物ができるという、えー、小ザにぎわい商品券販売中となっておりますよこちらの会場でももちろんですが沖縄市商工会議所そして沖縄市観光物産振興協会そして沖縄 え商店街交流広場コザボックスですねこちらでも商品券販売しておりますのでこちらも利用しながらそして街中演奏会プロムナードコンサートの当日はこの市内各所で10%割引でお買い物ができるお店がたくさんありますので、えー、ぜひですねコザミュージックタウン音楽広場1階にお集まりください。えー、もう一つ もエンディングとなっておりますので、もう一つ、えー、これはですね同じ週末になりますけれども、矢ヶじ祭り祭りが、これは日曜日ですね、11月6日、日曜日に開催されます。司書で 矢島でですすからがじ師匠で開催されますよアームレスリング大会前あの先々先,先週ぐらいにゲストで登場しました名護の桜の女王宝葉月さんの情報によりますとねあのゲストの時にもお話登場した時にもお話ししてくださったんですがあのアームレスリング大会優勝するとヤギ1頭プレゼントということなので<笑><笑>ヤギをゲットしようぜっていうねえ。 ねぜひね、はい、アームレスリング大会にも参加料千円だったかなで申し込みをしていただいて参加してみてはいかがでしょうか様々ランタンイベントもあるそうなのでぜひ足を運びくださいこれは六日日曜日ですねで合わせてもう一つだけもう一言だけ、えー、運転校第四回イーナ祭り伊勢名伊平屋 泣き人でいいないいな祭りが開催されますのでぜひ週末忙しいですよ明日も忙しいし週末も忙しくなりますよぜひ、えー、どこか都合都合いい場所にお出かけになってみてはいかがでしょうかもうお別れのお時間となりましたこの後も FM 講座でお楽しみくださいねうなんかスピードで <laughs> 話ししてきましたね息切れしちゃいますねはい来週も 英語でお会いしましょう。きなさおりのトリップステーション。この番組はアジアンダイニングバーアダニーの提供でお送りしました。また来週、アンシェアー。バイバイ。<laughs>